皆さんこんにちは、プッティンモンキーレンジのお時間です。アフターエフェクツ基礎編の卒業課題パート5ということで、今回作成するのはカット5になります。カット5ではテキストを中心にカメラを回し、回転の勢いを利用してテキストを入れ替えるといったアニメーションになっています。様々な図形を作成し手作業で配置するので大変ですが、作業内容的には非常にシンプルなカットになります。では早速作っていきましょう。 C05 のコンポジションを開きましょう。まずは空間に散りばめる図形を作成しておきましょう。パート2でカット2を作成した時にコピーしておいた図形が3つあります。エレメント01が線の円形で、エレメント02が塗りの円形、エレメント04は塗りの四角形です。ではこれらを複製しながら残りの図形を作成していきます。まずはエレメント04をエレメント06と名前を変更しておきます。次に塗りでできた円形であるエレメント02を選択してコントロール D で複製します。複製されたレイヤーの名前をエレメント03と変更しておきます。塗りを単色から線形グラデーションに変更します。ツールパネルの塗りを選択する箇所をオルトをしながらクリックすることで切り替え可能です。グラデーションにできたら、レイヤーを展開して編集していきます。グラデーションの塗りを開き、中にある終了点の X 軸をマイナス1に変更し、ツートンカラーの円形にしておきます。ではさらに図形を作っていきます。エレメント01をコントロール D で複製します。複製されたレイヤーの名前をエレメント04と変更しておきます。レイヤーを展開して追加からパンク膨張を選択します。パンク膨張のプロパティを開き、量を50に設定しましょう。これでもう一つ別の形状の図形ができました。次にエレメント04をコントロール D で複製します。複製されたレイヤーの名前をエレメント05としておきましょう。どちらのレイヤーでも良いので、片方のパンク膨張の量をマイナス75とします。最後にエレメント06を選択してコントロール D で複製します。ツートンカラーの四角形に編集しましょう。塗りを線形グラデーションに変更しておきます。レイヤーを展開してグラデーションの塗りを開き、開始点の Y 軸を1に、終了点の X 軸をマイナス1にして、対角で色を分けておきます。これで散りばめる図形が用意できました。合計で7つの図形が揃っていれば OK です。テキストとカメラを用意してアニメーションが完成してから、今作成した図形を配置していくので、一旦すべて非表示にしておきます。ではまずはコントロール Y で背景を作成します。色は平面設定で変更しても、後でエフェクトで変更しても構いません。私はあらかじめ色を指定しておきます。背景となるレイヤーは一番下の階層に配置します。背景は動かすことがないのでロックしておきましょう。ではコントロール T で横書き文字ツールにしてテキストを用意しましょう。私は仕組みが分かればと応用できるの2つを用意します。テキストが用意できたら、それぞれコントロールオルトホームでアンカーポイントをレイヤーの中心に設定して、コントロールホームで画面の中心に配置しておきましょう。テキストレイヤーを2つとも 3D レイヤーに変換しておきます。確認しやすいように片方のテキストを一旦非表示にしておいてください。カメラを用意します。コントロールシフトオルト C で新規カメラを作成します。カメラの種類をワンノードカメラにします。今回のカメラの動きはテキストを中心に回るアニメーションなので、目標点のある2ノードカメラが適しているように思えますが、テキストの周りをきれいに円運動させることを考えると、2ノードカメラだけでは難易度が高くなります。なので今回は1ノードカメラにして、ヌルを使用して回転の動きをつけることにします。プリセットを 50mm にします。ここはお好みで変更してください。 OK を押してカメラを作成します。カメラの動きをつけるためにコントロールシフトオルト Y でヌルを作成します。作成したヌルを 3D レイヤー化しておきましょう。次にカメラの親ピックウィップをドラッグしてヌルに紐付けます。ヌルを選択して R を押して、
回転プロパティを表示させます。カメラに紐付けたヌルを回転させることで、テキストの周りをきれいに回すことができます。コマのように回転させたいので、Y 回転を使いましょう。カット4の終わりの動きは、右から左の流れでしたので、カット5のカメラの動きもその流れに沿ってつけることで、カットの切り替えをスムーズに見せることができます。開始点を90度にしてキーを打ちます。15フレーム進めてから0に変更します。ここで1つ目の文字が表示されます。文字を読む時間を作るために、しばらくゆっくりと回転させたいと思います。時間を35フレーム進めてから、マイナス25度に変更しましょう。ここから加速して回転させて、次の文字を表示させます。20フレーム時間を進めて、マイナス180度に変更します。文字が反転して表示されていますが、一旦気にせず進めていきます。今はあくまでもカメラの動きの確認としましょう。同じように文字を読ませるための時間を作ります。53フレーム時間を進めてから、マイナス200度に変更します。最後に次のカットにつなげるための演出として動きをつけます。19フレーム進めて、Y 回転をマイナス1と、マイナス118度に設定しましょう。カット5は、このフレームが最終フレームとなります。N を押して、ワークエリアの終点を指定し、ワークエリア内で右クリックし、コンポジションをワークエリアにトリムを選択して、コンポジションのデュレーションを変更しておきます。これでベースのカメラの動きが完成しました。一度確認してみましょう。では、動きに環境をつけていきましょう。グラフエディターを開きます。今回は、値グラフと、キーフレーム速度を活用して動きの環境をつけていきます。グラフだけでも動きをつけることができますが、キーフレーム速度を使用することで、より簡単かつ正確に値をコントロールすることができます。ではまずは最初のキーフレームから見ていきます。最初の動きは速度が出ている状態から始めます。理由はカット4割の動きが速度が出ている状態で終わっているので、カット後の動き出しをその速度に合わせることで、カット間のつなぎの違和感を軽減させたいからです。キーを選択して、F9 を押してハンドルを表示させます。ハンドルを伸ばしながら角度をつけて、速度が出ている状態で影響が高い状態を作ります。次に2つ目のキーフレームでは、速度が出ている状態から減速する動きをつけます。減速して停止するのではなく、次の3つ目のキーフレームまでゆっくりと動き続ける状態にします。動き続けるということは等速、つまりリニアな動きが好ましいです。2つ目と3つ目のキーフレームのグラフを確認してみると、すでにグラフが直線になっていて、値の変動が等速になっています。つまりすでにゆっくりと動き続けるアニメーションは完成しているので、編集の必要がありません。なので、2つ目のキーフレームの入る速度と、3つ目のキーフレームの出る速度だけを編集すれば OK ということになります。では、1つ目のキーフレームを選択して、コントロール、シフト、K を押して、キーフレーム速度を開きます。キーフレーム速度は、速度を合わせたい時や、環境の影響を数値で管理したい場合に非常に有能な機能になります。では、2つ目の出る速度に合わせて、入る速度を調整したいと思います。キーフレーム速度のこの部分は速度を表しており、グラフでいうところのハンドルの傾きに該当します。2つ目の出る速度に合わせることでスムーズに減速し、そのままゆっくり動き続けるアニメーションへと綺麗につなぐことができます。出る速度をコピーして入る速度に貼り付けます。これで2つ目と3つ目のキーフレーム間のグラフの傾きに合わせることができます。では次に影響の数値を調整します。影響はグラフでいうところのハンドルの長さにあたります。影響の値が高いほどハンドルが長くなり、動きの緩急が強くなります。今回はゆっくりとした動きにつなげたいので、減速させるのが自然な動きになります。影響の値を 80% にしておきます。OK を押してグラフを確認しましょう。グラフを確認して綺麗なカーブから直線に移行していれば、動きとしては問題ありません。このグラフが波打っていたりすると問題があります。その場合は1つ目のキーフレームのハンドルの長さや傾きを調整しましょう。次は3つ目のキーフレームです。入る速度はすでに完成されているので、出る速度を調整します。コントロール、シフト、K でキーフレーム速度を開きます。
入る速度をコピーして出る速度に貼り付けます。これで3つ目のキーフレームに入ってくる速度と出ていく速度を合わせることができました。ゆっくりとした動きから徐々に加速させたいので影響の数値を 80% にします。次は4つ目と5つ目のキーフレームを見ましょう。こちらも先ほどと同じです。大きく回転し反転した後はゆっくりとした動きで回転し続けてほしいのでリニアな動きが最適です。グラフを見るとすでにリニアな動きになっています。編集する必要があるのは4つ目のキーフレームの入る速度と5つ目のキーフレームの出る速度です。では4つ目のキーフレームを選択してコントロール、シフト、K でキーフレーム速度を開きます。入る速度と出る速度の境目をスムーズにしたいので出る速度をコピーして入る速度に貼り付けます。入る速度の影響は 80% にして滑らかにリニアな動きに移行するように減速させておきます。次は5つ目のキーフレームです。同じようにコントロール、シフト、K でキーフレーム速度を開きましょう。入る速度をコピーして出る速度に貼り付けます。出る速度の影響を 80% にしておきます。最後に6つ目のキーフレームです。このフレームは次のカットにつながるフレームです。勢いよく画面が移り変わるようにしたいので加速して速度が出ている状態で終わらせます。最後のキーフレームを選択して F9 を押しハンドルを表示させます。ハンドルの角度をつけて速度が出ている状態に編集しましょう。うまくグラフが編集できたら一度再生して動きを確かめてみましょう。動きを確認して問題がなければ次へ進みます。基本的にキーフレーム速度で緩急をつけているので大きく破綻することはありません。動きがおかしい場合はコピーする数値を間違えている可能性があるので確認してみてください。では続きを作っていきましょう。次はカメラの動きに合わせて文字の切り替えを行います。50フレームから70フレームで大きく回転する箇所があります。表示されている文字が反転するところを探ります。同じ値で進めていると60フレームで文字が反転するはずです。反転する1フレーム前の59フレームに時間を合わせてテキストを選択し、オルトを押しながら鍵括弧の閉じるを押し、レイヤーの再生範囲を指定します。次に非表示にしていたもう一つのテキストレイヤーを表示させて、次のフレームでオルトを押しながら鍵括弧を押してレイヤーの開始フレームを指定します。カメラが回り込むことで2つ目に表示される文字が反転しているので修正しておきましょう。修正方法はいくつかありますが、今回は回転させて修正します。 R を押して回転プロパティを表示させます。 Y 回転を180度にして反転させます。さらに時間を進めて再度テキストが反転してしまう前のフレームに合わせてオルトを押しながら鍵括弧の閉じるを押してレイヤーの再生範囲を切っておきます。一度再生してみましょう。回転の勢いがある時にうまく文字が切り替わっていれば OK です。これでテキストアニメーションとカット全体の流れを作成することができました。あとは冒頭に作成した図形を空間に配置していきます。図形を空間に配置する方法はいくつかあります。プラグインやスクリプトを使用してランダムに配置させたりできますが、今回はただただ時間をかけて配置していきます。時間をかけて手作業で配置するメリットがあります。それは自分好みに配置デザインできるということです。今回の場合だと文字が中心にあり、読んでほしい文字に図形が被ることは許されません。なので全てを自分でコントロールできる手作業での配置は悪くない手だと思います。デメリットは面倒ということだけです。では頑張って配置していきましょう。まず図形を全て表示しておきます。適当に位置をばらしておきます。次に全ての図形を 3D レイヤー化しましょう。当然ではありますが、図形を 3D 化したことでカメラの動きに合わせて図形の見える角度も変わります。今回のカット5を確認してみましょう。テキストはカメラの動きに合わせて見える角度が変わっていきますが、周りにある図形は常にカメラの方向を向いています。この状態になるようにレイヤーを設定しましょう。図形を全て選んでからレイヤーの上で右クリックを押し、トランスフォームから自動方向を選択します。すると自動方向を設定するウィンドウが開きました。その中にあるカメラに向かって方向指定を選択して OK を押しましょう。一度時間を動かしてみましょう。図形が常にカメラの方向を向くように設定できました。ではこの状態で図形を配置していきます。
コンポジションパネルの右下から2画面に変更します。どちらか1つをトップビューにして真上から確認します。サイズを変更したり、位置をランダムに配置していきましょう。奥行きのある空間を意識して、文字から離れた場所にもしっかり配置することで、遠近感が出てアニメーションが良くなります。時間を動かしながら文字に被らないように気をつけながら調整していきます。画面全体のバランスなども考えながら配置するように心がけてください。私も場合は同じ図形かつ、サイズが同じものを近くに置かないようにします。もし同じ図形を配置する場合は、サイズや角度を変えて違いを出してランダム感を強めます。文字から離れた場所にもしっかりと散りばめておきましょう。図形の配置ができたら、色もそれぞれ変更しておきましょう。うまく配置できれば完成間近です。図形の配置ができたら、カメラを選択して R を押して回転プロパティを表示します。Z 回転を5度に変更して少しだけ傾けておきます。では最後に次のカットにつなげるためのシェイプを作成します。カット6では長方形が移動するアニメーションがあります。この長方形のアニメーションをカット5の時点で画面に出しておきます。カメラの動きも相まってスムーズに画面を切り替えることができます。では作ってみましょう。長方形ツールに切り替えます。塗りだけが有効になっている状態にして色を変更しておきます。長方形ツールをダブルクリックしてシェイプレイヤーを作成します。レイヤーを展開してサイズを調整しましょう。中央比の6を解除して X 軸を870にし Y 軸を550とします。数値はお好みですが、私は次のカットの値がある程度決まっているので、それに合わせて調整しています。サイズが整ったら中央比の6を有効に戻しておきましょう。123フレームに合わせてサイズにキーを打ちます。レイヤートランスフォームを開いて位置の X 軸を動かしてレイヤーを画面外に移動させておきます。そのまま位置にキーを打っておきましょう。次にエンドキーを押して最終フレームに合わせてからサイズを変更します。X 軸を274としておきます。中央比が固定されているので、X 軸の変更だけで OK です。位置の X 軸を960にして画面中央へ戻しておきます。サイズと位置の最初のキーフレームを選択して、出る速度の影響を高く設定し、動き始めを遅くしておきます。一度再生してみましょう。これでカット5は完成です。図形の配置や色が気に入らない場合は、時間をかけて再配置してみてください。単純な図形を散りばめて画面を作れるかどうかもいい練習になるので、面倒と思わずに頑張ってみましょう。では最後に前回同様、カットをつなげて確認してみましょう。メインコンポに戻り、C05 をコンポジションの中にドラッグします。再生してみましょう。ようやく残り3カットまで進めることができました。次のカットでは CC パーティクルワールドという標準のパーティクルエフェクトを使用して背景を作成していきます。パーティクルエフェクトは有料のプラグインであるトラップコードのパーティキュラーがよく使用されますが、標準のパーティクルシステムだけでも色々と表現ができるようになっています。さらに CC パーティクルワールドとパーティキュラーは作る上でのパラメーターなどに似ている部分もあるので、どちらか一方を覚えることで両方のエフェクトを感覚的に使えるようになるので習得難易度が下がります。パーティキュラーは素晴らしいプラグインですが高い買い物となるので、本当に必要になった場合に検討してみましょう。今回はここまでです。ではまたお会いしましょう。さようなら。